ミラクル補習室ラジオ、今回の補習テーマはこちら。引き続きスリーズブーケとファーストライブツアーの感想を語ろう。語ろう。コナチのミラクル補習室ラジオ。明日の空のこと好き好きクラブの皆さん、こんにちは。明日の空女学院スクールアイドルクラブ、大沢瑠璃の役カンカンことカンカンです。藤島めぐみ役コナチこと月根コナです。私たちのテンションはここからここまで。ミラクルパークです。お願いします。ラブライブ明日の空女学院スクールアイドルクラブ、それは限りある時間の中で精一杯に花咲こうともがく少女たちのストーリー。この番組はそんな明日の空女学院スクールアイドルクラブのことをさらにたくさんの人に知ってもらえるように、私たちミラクラパークが皆さんと一緒にさまざまな補習授業にチャレンジし、レベルアップを目指していくスクールアイドルウェブラジオです。ということで、今回も先週に引き続きこの2人が補習室に来てくれました。せーの、ハスの空のこと好き好きクラブの皆さん、こんにちは。木下かほ役のんすけこと二重のぞみです。乙宗小瀬役ういちゃんこと花宮にいなです。咲かせた花は一つでも、力を合わせて花束に、スリーズブーケです。よろしくお願いします。ということで、今回もスリムの2人と一緒にお届けしちゃいたいと思います。イエイ。そしてまずは12月9日10日に東京ドームで開催された異次元フェスアイドルマスターラブライブ歌合戦に、会場配信で参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、この番組宛てに感想のメールもたくさんお待ちしております。ありがとうございました。そして、あ、今度の水曜日12月20日は藤島めぐみちゃんのお誕生日。みんなせーの、めぐちゃんお誕生日おめでとう。当日もね、皆さんもたくさんの場所でお祝いしてほしいよね。お祝いしてよね。だってお祝いしてね。はい、お願いします。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。カンカン、コナチのミラクル補習室ラジオ、配信開始。ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、カンカン、コナチのミラクル補習室ラジオ。皆さんから届いたメールをご紹介する蓮の空女学院投書箱のコーナー。せーの、投書箱。はい、それではご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム K17 さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。自分は原油親子を好き好きクラブなので、毎公演違う視点から鑑賞できて最高でした。特に背中向けて静寂の方へと走るの背中合わせでステップする振り付けが好きで、毎回食い入るように見ておりました。皆さんからも原油親子の振り付けで特にお気に入りのポイントなどお聞きしたいですとのことです。ありがとうございます。続けてラジオネームつゆきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいのすすめの冒頭の3連続かわいいポーズがグッときました。特に頬を膨らませたのんちゅけはかわいすぎて、とルリノちゃんのような声が出ました。かわいいの誕生秘話が聞いてみたいです。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム笹鎌さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。福岡公演で特に好きな Dear My Future を生で見られて感激でした。言葉の一つ一つを未来の自分へ大切に伝えるような歌い方と、普段より低い声がとても好きだったのですが、ライブで見るとカホちゃんは未来の自分へ笑顔を向けるような表情、小杖ちゃんは自分を心配するような表情が多いように見え、同じ楽曲でも表情一つでこんなにも印象が変わるんだなと驚きましたとのことです。ありがとうございます。続いてラジオネーム
月乃和さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。素顔のピクセルがめちゃくちゃ好きです。イントロやサビの腕の振り付け、特に腕くるくるが可愛い。伝統曲だけど藍染めの帳に三日月模様とか、梢先輩曲っぽい和風テイストの言葉が入っていたり、明るい曲調の中にも何一つ無駄じゃないとちょっと強めな言葉で今を肯定してくれて元気がもらえる歌詞もいい。そしてピースが可愛い。ライブでも見られて超嬉しかったとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ行きたいと思います。はい、ラジオネームナッキーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。東京公演で初披露されたスリーズブーケの千編万歌は10月のラブライブ地区予選のパフォーマンスを思い出して泣きっぱなしで聞いておりました。ほらまた一つ花が咲いたと歌うスリーズブーケの笑顔も満開に咲き誇っていて、この曲が見れてよかったと最高の思い出になりましたとのことです。ありがとうございます。スリーズブーケをざっとちょっとねメールをご紹介させていただいたんですが、ちょっと2人からねなんかこれがいいとかさ、これ頑張りましたみたいな曲とかありますか？全部頑張ったんだかそうだよなでもやっぱり可愛いのすすめね、あの初披露今までやってなかった曲なんですけども、やらせていただきましたということで、なんとトロッコに乗っちゃいました。やったー。トロッコみんな初だったもんね、あんなに楽しいとは。しかも想像よりさ奥までまんべんなく行ったから、なんか誰一人見えない場所がなかったっていうか、みんな見えて、トロッコずっとトロッコで歌いたい。え、わかる。わかる。全曲トロッコがいい。だよね。だってなんかこっち向いてなかったみたいなのとかあるじゃんね。え、あとマジでパワーもらえた。本当におかしいぐらい。ずっと歌えなかったところとか全然歌えた。楽ちんに。すごい。本当にすごい。わかる。ね。不安なとこたくさんあったけど、なんか忘れてただよね。勝手にもう過ぎてた。あんな近く行けるのってさ、ほんと花道もそうだけどさ、やっぱりそのなんだろう、応援してくださる皆さんの近くに行けるっていうのがありがたいし、大きなステージならではだなって思って、またああいう大きなステージに立ちたいよ、ね、本当に。トロッコで10周ぐらいしたいね。わかる、したいよね。なんか見たことないのにこの人かなって方たくさんいて、わかる。え、わかるよ。でも服装とかで意外とわかるんだよ。全然見たことないのに、初めましてでも全然知らないのに多分そうかもって人たくさんいて、ちょっと話して、ちょっと全然あのマジでちょっと全然違う話なんですけど、あの母がね、母関係者席苦手なのよ。ちょっとあの関係者席って皆さん落ち着いてらっしゃって、そのちょっとね、あの陰ながら応援してますみたいな方が多いんですけど、だから時は母はなんか全力で楽しみたいエンジョイ勢なので、いつも自分でチケットを取っていくんだけど、まあ、私と目が合ったってまず言われたの。それで、ねえねえ、そらさないでよめみたいな感じ言われて、わかるじゃん、さすがに、あの親の顔なら。だから、絶対に合ってないですって言って、で、そしたら、じゃあ、わかった、ママは、ドゥイ様とは目が合いましたから、久々って顔されたんだからって言われて、久々、いや、ママ会ったことないでしょ、ウエン様にって言って、もうウエン様一回もさ、うちのママのことなんて見たことないのに、久々って顔されたんだからって言われて、すごいどやってたんですよ。おもろいよな、カンちゃんのママ。最近だからすり防止になりました。それでそれで、そうそうなの。やっぱそれぐらいね、なんか顔見えるよね。顔見えるよね。で、私のお母さんもね、さやかわしなんだ。ずっと言ってるじゃん、ファンサもらったとかずっと言ってる。あ、ほんと。あれ来てたの？来てたよ、あの福岡。そうだったの？知らなかった。言ってよ。福岡来てたの。福岡に来てたのね。そうだったんだ。やっぱね、そうだよね。親もね、楽しんでらっしゃって、ごめん。いや、でもスリブの話よ。そうだよね。
だからそう可愛いの勧めでみんなのとこ行った時に、うん、あのウイさんと別れちゃうからさ、うん、ウイさんが歌ってるところもだからみんなにあのウイさんが遠くにいることをいいことに近くでやったらまあいいいいいいってやられちゃうからあの自分の側にいた人みんなに可愛いって言ってっていうのをめっちゃやってた。そうなんだ、うん、そう私サイドにいた人はきっとウイさんの方に向かって可愛いよって言ってくれてたはず。みんなちゃんと言ってた言ってた。私たちリハーサルの時全力で叫んだの。あ、そう、なんかなんだっけ、うち愛知だっけ、あれ愛知のあのリハの時に可愛いのすすめやっててその時にうちマジで騒ぎまくってたの。そしたらうち愛知デイワンマジで一番歌の調子良かった。あ、そうだよ、言ってたよ。そう、うちなんかそのトロッコで回ってきたのんちきにアンチケーとか可愛いよこずえって言って可愛いのあ勧めが終わった瞬間に結婚おめでとうめっちゃ聞こえた。ユミ先生にもうるさいのいるなとかを言われてそう、でもそれのおかげでめちゃくちゃ声出た。あ、よかった。枯らしちゃったらどうしようと思ったけどめっちゃ調子よかった。よかった。ありがとうございます。あ、でもさ、私それで言うと、うん、あの幻曜夜行が好きでございまして、すごい。やっぱその幻曜夜行ってさ、ルリちゃん入るときに歌ってた、うんうん、曲でもあったから、うんうん、そのフェスライブで初めて聞いてから、そのリアルライブでなんかちゃんと聞くのが初めましてだったから、うん、その初めてちゃんと聞いたときにやっぱいいって思って、うん、そのなんかフェスライブでは逆にできない表現とかもなんかリアルライブではちょっと入ってるかなってすごい配信を見たりとかして思ったし、大好き。なんかもう K17 さんのあの幻曜夜行好き好きクラブに入りたいと思います。私も、うん、本当に。2人目、会員が増えました。嬉しいな。こなち好きなとことかある？え、うちでも素顔のピクセル好きかも。私たちその公演、あれ福岡は違うかもしれないんだけど、素顔のピクセルの後に私たちが出て行ってたんだけど、うんうん、うち下でずっと踊ってた、あの、ね、花道の空白のところで。で、なんだろう、そのさ、フェスを背負ってる楽曲はさ、うん、そのこだわってるわけじゃん、その、うんうん、なんていうの、リンクをすごい、なんだろう、感じるようにっていうか、細かいところまでフェスでやったのと同じようにっていう風に多分言われてるんだよね、スリーズブーケは。うん、そうだね。でもね、自分たちが踊ってるから基本合ってるの。え、そう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 、別に。そうそう、幻曜夜行センターステージでできたの嬉しかった。センステっぽいもんね。あとなんか背中合わせの振りがいっぱいあるって言ったじゃん、うん、だからあの願い事をのとこダダッダダッダダッダダっていうのとか、うん、そう、絵がね結構頑張ってたりするのと、うん、あと後ろ向いてる時もめっちゃね顔を作ってるっていうか、うん、そうだね、うん、なんだろう、めっちゃねその顔になってるのよ、うん、なんか入り込んじゃって、うん、でそれを多分センターステージにいるときは後ろから見えてるっていう方は見えたんじゃないかなと思って、嬉しいなと。あれ、異次元もセンステだっけ？うん、うん、異次元では、うん、あのうちらでいうメインメイン本当に真ん前の違ったあ、そう、センターステージも今回そうだね、初めて。なんか怒涛すぎてさ、いろいろ初めてなのがさ感じられないんだよね。やばくない？だからセンターステージ本当にさ、そののんちけが言ったように後ろの顔も皆さんに見えるから、うん、あのうちらで言うとアイデンティティをね、あのやらせていただいたんだけど、のんちゃんと一緒でうちも結構後ろ向く振りが多かった、うん、多分、うんうん、半々で向いてる、半々で向いてるよね。そうだよね、だから、うん、多分見えてた、いろいろ、ね、そう、口ずさんじゃんうちは歌詞とかを、だからそれが見られてた結構。私たちはさ、そのフェスライブでやるときとかはさ、うん、横にいるから見えてるじゃん、うん、後ろ向いてるこの顔も、うん、だからこれがあのリアルライブだとみんな見れるんだなと思って、うん、ちょっとワクワクしちゃった。確かにね、うん、ナイスか
センターはすごく私こう入り込める感情的に、うん、なんか原因を焼く時結構下から向いてタラララタラの時に、うんうん、こう照明がちょっと青いの、うん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 、でなんかこうもやもや見えるの多分照明の何かだと思うんだけど、でその皆様が見える時と自分でなんか入り込んでる時があって、その原因の時は結構入り込んでる時であんま何も覚えてないんだけど、すごい表現しやすいなって思いながら、なんか青い照明ですごい夜空っていう感じがなんか分かったりとか、すごいなんか余韻を持たせて手とか動かせて踊りやすいし入り込みやすいなって思いながらやってた。めっちゃ良かったよ、うん、本当によかった、めっちゃ良かった本当オタクの顔してる本当好き、やばいしね、だからね、嬉しい。コナチのね、ピースもいいしね、あれもね、んピクセル、あ、ピースピース真似してた、真似してた、嬉しい、うん、下であの小杖の、ありがとう、2回目のピースもしてる、うん、可愛かったね、うん、楽しかったです、ありがとう、楽しかったです、ありがとうございます。ウエイ様推しの曲とかは？そうね、うん、私は Dear My Future、うん、どこかでねインタビューかな、 Dear My Future すごくこだわって、うん、ラジオでも話してる、ラジオでも喋ったかな、うん、結構ね、うん、たくさん喋ってるんだけど、うん、なんだこの曲もね、この曲こそ自分自身に向かって歌ってるから、うん、そうなんだよね、こう皆様に聞いていただいてるけれども、なんか自分の未来とか、まあ、今の自分とかも重ねて歌ってたから、なんか多分そのレコーディングの時に撮った表現とはまた違った歌い方に多分なってるかなって、うんうんうん、そうだよね、これもたった1回しかやってない、うん、これそう唯一じゃない、 Dear My Future がたった1回しかやってないの、そうそう、福岡のデイツだよね、そうなの、あそこだけか、1回だけだから結構貴重かなって、うん、確かに、ね、次いつかなみたいな、 ね、 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 ね、パラレルダンサーもそうか、ドルキャスターが、ね、うん、そっか、あれも1回しかやってないの、そう、あれこれ座りのやつ、そうそう、そうだよね、これも ね、 れね、なんか、うん、遠い理由があるの、あ、実はそうなの、そう、うん、ね、なんか、うん、別にスリーズブーケ2人っていうよりかは自分に向けての曲だから、うんうんうん、遠目からまた離れていくっていう、へ、演出になってる、なるほどね、そういう意味が込められてたんだ、そう、いやこれすごいよ、2人の歌声があってあったからこそできた曲だわ、うんうん、本当にツアーで本当にお手紙って感じするもんね、めっちゃ良かったな、聴、うんうん、かせる曲だね、これぞまさに、ね、これはね、めっちゃ綺麗でした、うん、嬉しいですね、ありがとうございますじゃあ次は、お次はミラパのショーに行く、うん、あ、これういちゃん話したいんじゃないの、ね、私のターン、好きな私のターンだよね、はい、ラジオネームアイルンさんからいただきました、ありがとうございます。東京公演ではアンコール後に大きく瀬取りが変わり、うん、まさか新曲4曲まるまる追加でとても驚きました、特に自分はノンフィクションヒーローショーが大好きなので、イントロが流れた瞬間の興奮は今でも忘れられません、ミラパ以外の4人が吐ける時のわちゃわちゃも可愛くてよかったです、ありがとうございます。続いて、ラジオネームトロンボさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ノンフィクションヒーローショーはコミックみたいな背景の前で左右に走り回ったりセリフっぽい歌い方をしてたりと、とにかく楽しかったです。あと曲が流れ出した時の4人の真顔が何回見てもツボですとのことです、ありがとうございますありがとうございますいやこれね、ちょっと私は4人が好き、うん、このノンフィクションヒーローショー、最初その、うん、別に4人いる予定じゃなかったんだけど、そうなんかはけてくの寂しいから、うん、なんか盛り上げながらはけるとかもあったんだけど、うん、そうみんなで戦隊ものにしよう
みたいなのがどこからか湧いてきて、そう、じゃあかなちゃんが、え、やりたい盛り上がっちゃって、盛り上がっちゃった、本当に私でこうなった本当に若干数本当やりたくなさそうだったんだけど特にあの2年生そうどうしても見たくてでも真顔のことも結構知らなかったんだよ途中から。あれ真顔、なんか、うん、どうしたのあれは。真顔の方がやりやすいよね。おっ、でも私東京公演の1日目終わった後に先生にあんたちょっと笑ってたよって言われて、それで怒られた。真顔でそうだった。ニコニコしちゃった。カホちょっと、ま、真顔が笑ってたから明日は真顔ね言われてた。はい、すごい。なんかさ、しかもこれさ、なぜかそのサイド4人の方がこだわられてて、そう、うちらは全然いつも通りなのに、なんか縦揺れの方がいい、横揺れの方がいい、もっと細かくした方がいいとか、なんか謎にすげえディレクション入って。そう、真顔の時、真顔してる時、本番では静止してたじゃん、こう、うん、でもそこであのダウンを入れてたりしたの、その下にね、やったりしてたんだけど、いや違うみたいな、そう、やっぱ止まろうみたいな、これだわみたいなね。でしかも履き方はあれだよ、1年生がやってたやつが本当はじゃあこれで履けようってなったんだけど、確かに、ね、2年生やらなかった、うん、まあやらなかったというか1年生が勝手にやったというか、あら、違う違う違う結構ね、そういう感じね。うん、でも楽しくやらせていただきました。でも1年生の履き方マッチで可愛かった。私見ちゃうんだよね、結構こうやって見ててずっとそう、あなたの曲です。いやだよね。だけど最終日かどっかでなんかさ、腕組んでさなんかくるくるしてさ、帰ってなかった。そうなんだ、うん、ね、かわいい、めっちゃ可愛くって、なっちゃんが腕組んで帰ろうって、楽しんでるよね、ここみんな。ほんと可愛かった、楽しかった。私最終日何したかと思う、ことこちゃん、それ2年生組見えないよ。じゃんけん、私ね、顎食いした。もしなんでそんな顔するの。白くまた出てる。白くでしょ。ネギツネ。そう、皆さんも言ってたんだけど、違うの違うの。あの最初に残業しよっかってな、うん、なったんだ。え、それも聞いた。そう、なったんだけど、どっちのパターンがいいって聞いたの。コトコちゃん。じゃあ、青く。あ、公認か。そう、同意の上で。なんだなんだ、同意の上です。なんだなんだ、よかったよかった。そうなんです、それを伝えたかった。コトコちゃんがちゃんとやりたい、やりたいと。ちゃんとね、あの欲望とだもりじゃなくて、話し合った上でそうで、やろうってなったの。その後なぜか、なんか言ってなかったのに抱きついちゃった。それは私が抱きつきたかったから。はい、強くなりました、ちょこっとだけ。ちょっと出てましたね。顎食いは違いますという。あー、分解がね、分解。でも本当いい曲だよね、ノンフィクションヒーロー。めっちゃ好き。引き続きお願いしたい。大好き。誰かな、みんな出てくるパターン。うわー、お願いしたい。お願いしたい。あ、私たち自身の推しポイントですか。推しポイント、うーんと、やばい、出てこない、ちょっと。いや、でもこの曲って、うん、でも本当になんかそのやっぱその2人のその千編万歌とは違ったそのラブライブのその曲ではあるんだけど、うん、そのやっぱりそのリアルっては本当全力で楽しめるというか、うんうん、その応援してくださる方もおっしゃってたんだけど、そのなんかそのコールをめっちゃ入れるってところが今回あんまりやっぱりミラパとしてはないんだけど、うんうんうん、だけどその全力で楽しめるいい曲だよねっていうことを皆さんおっしゃってて、うんうん、確かにそのフェスライブでは見せるっていう方で、あの煽りがない曲ではあったんだけど、うん、でもなんかまた違ったツアーでは見せ方ができて、その6人で楽しめたりとか、うん、あの応援してくださる皆さんも楽しめたりとか、なんか本当にいろんな方面で楽しめる、それでフェスライブで見せられる、すごいいい楽曲だなって思って、私はすごい全力で楽しんでおりました。うんうん、私は、うん、あの空を飛ぶマントモのところで飛ぶんだけど、そこ好き、そこが楽しい。そこね、コナチの飛び方見てほしい。めっちゃ可愛いよね、全力マジで。
一番高い、めっちゃ可愛い、可愛い、そう、いいところまで飛んでやろうっていう。でもその後ぐったりちょっと。ちょっとたまに疲れちゃったりする。たまに疲れてた、うん、でも本当に端から端まで行ったから、ノンフィクションヒーローショーで、うんうん、そうだね、ウィングの方まで行ったから、うんうんうん、なんかノンフィクションヒーローショーっていうかミラクラパーク自体が、うんうん、みんなと楽しいことを一緒にっていうのが、その端まで行ったことによってもっとたくさんの人とっていう感じがして、すごい良かった。わかるわかる、楽しかった ね、 ね、楽しかった、これとにかく楽しかった、うん、なんか心配なく楽しい曲って感じ。そうだね、うん、かなですね、はい、じゃあ続いて全員曲のお話しますか。うん、じゃあお願いします。はい、ラジオネームロールキャベツさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。ファーストライブツアー夏めきペイン登場時の演出がめっちゃ大好きだった、うん、馴染み深いリンクラの紙イラストの映像からガチャの時に流れる BGM 夏めきペインのイラストが1枚ずつ写されて、ステージの上にはメンバーと同じポーズのキャストのみんな、実際にメンバーがステージに立っていると感動した。活動記録の始まりから今までを追体験するライブであるとともに、スクステとも強い結びつきを感じたライブでとっても楽しかったよ、うん、ありがとうございます。いやこれね、夏めきペイン楽しかったね。そう、サボン玉飛んでたの。そうだ、一番楽しかった。しかも東京公演からちょっと大人のシャボン玉になったの。そう、なんか変なのが入った。変な、本当やねんよ。なんか白い煙、あんまりなんかそのずっとシャボン玉が残ったままテイクイットオーバーとかはやれないからみたいな、早く割れるよね。あ、そうそう、中に煙が入ってます。でもそれ割れたらわーって、そう、綺麗なんですね。レトロ感がなんか増えた気がして、めっちゃ可愛かった。いいの前回。これでも私デイワンしか失敗してないんですけど、はい、私はあの故意的にルリちゃんに濁点を入れる歌声のことがよくあるんですけど、恋、うん、でない時出ちゃうこともあのたまにあるんですよ。はい、でその福岡デイワン、はい、やってやるぞ、本当に張り切って、そうで、もう本番ギリギリまで私たちの夏だーのところをもう何百回聞いたことか。私カナチの横でね、そう、何回も練習して。で、どうでした？いざ始まりました。はい、うん、私たちの夏だー。もうそこでね、あーみたいな、あー、その後にちょっと気まずい顔してんの感じ。夏めきペインだけ YouTube に限定公開されたんですよ、一回、うんうん、しかも Day1、Day2 終わった後なのに Day1 が選出されたんだよね。そう、それでさ、もうみんなでさ、あそこをさ何回も見てさ笑うっていう。何回もそんなことを繰り返して、でそっから5日間はもう間違えてないね。そう、うんうん、そうそうそう、めっちゃ綺麗だった。そっから失敗はしなかったんだけど、でもたまにねついちゃうよね。たまについちゃうんですよね。トリッカーのキュートでも一回やらかしました。でもよかった、いつもとはって。そうそうそう。え、でもそれリハじゃなかった？そう、リハそれはね、リハーサルでやっちゃって。ただリハだったがゆえに、私たち後ろ向いてるんだけど、うん、それ後ろ向いた時にはコナチとコトコちゃんが見えてる、うん、二人ともって笑ってて、そう、うちら大爆笑。大爆笑で、しかもカンちゃんも笑うんだもん。鏡越しに二人が笑ってるのが見えて、うん、これバレてんだって思ったの。バレてるな、わかるって。だってめっちゃついてたよ。そうだよね、うん、なんかやっぱそう、できるとついちゃうから、うん、そう、出だしでつきがち、うん、だから歌い出しとかね、そう、歌い出しとかがこれからあるとき気をつけようって思うんで、なるべく力をね入れて歌おうっていうことをね意識した回でもあったんですけど。で、夏めきみんな衣装似合ってたよ、うん、めっちゃ可愛かった。え、やっぱうち野中ココナのポニーテール、わかる、わかる、最高だよね。大優勝、大優勝だよ、マシちゃん、うん、ね、すごいよね、こんなポニーテール似合うってな。え、でもコナチのさ、うん、2個
お団子ちっちゃいやつ、お団子かわいい、なんかのつのつのって可愛い、うん、そうめっちゃ可愛い、ね、なんか本当はめぐちゃんの方のイラストの方に寄せたかったんだけど、うんうん、ちょっとその早着替えとかの兼ね合いで、うんうん、どれがいい、うん、って言われてお団子のつなになった。そうだね、うんうんうん、めっちゃ可愛い、可愛かった、あれ触っちゃう毎回あれさ結構ガチガチで、なんか角になるようにピン刺されてて、その立つように、あそうなんだ、ふにゃってなんないようになんかメイクさんこだわってくださってて、そうなんかいつもピンってしてたでしょ、可愛い、アンコールの後とかもすごい綺麗に、ね、そうそうそう、めっちゃ綺麗にまとまってんの、そうだったんだ、そんなこだわりがあったんだね、うんうん、でもかんちゃんもよくツインテールからよく下ろせたよね、あれすごいよね、メイクさんがすごかった、もう本当に頑張ってくださってて、うんうん、でその間にさ衣装も着替えなきゃいけなくて私たち、うんうんうん、あの、うん、もう本当大変だったんだけどめっちゃ神業でやってくださって、だからお団子もねガッチガチでね、うんうん、いろいろいっぱいピンさせてくださってね、先に舞台袖にさあの、うん、私とココナちゃんが行ってたんだけど、うん、2人で、うん、今日は間に合うかな、今日も間に合うかなってすごいドキドキしてたんだけど、いやなんかすごいちゃんと全部来て、うん、そう、うん、で2人とも笑顔で間に合ったねで毎回迎え入れてくれてね、ほんとね、うい、ん、さんの爪木どう、うん、あ確かに、うんうん、私ね恥ずかしいのこの衣装、えなんで、わかる、でもわかる、うん、なんだろう、うん、足って感じ、あそれはねちょっとわかるよ、足って感じ、足なのはカンちゃんだけでいい、もう出さなくていいから、ウイ様が、ね、足がでも結構ねちゃんと出てるもんね、うんうん、そうちゃんと出てる、あなたたち細いんだから、ね、そう綺麗よウイ様、いやいやいや足ないから私、あなたと比べたら足開いて、ね、待って私隣に並んでるんですけど、嫌だ嫌だ嫌だえでものんちゃん似合う、えのんちゃん似合う、超可愛い、いや、ね、ついてもあいわ、可愛いだよね、なんか可愛い枠のんちゃん、本当にこの夏向きのちょっとだけ恥ずかしかった、可愛いよ、この衣装とかさ髪型とかもさ相まってさ、その曲がもっとさ、うん、なんて言うんだろう、うわ来たこれやみたいな感じすごいした、わかるわかる、うんうんうん、マジでなんかさ、このファーストライブツアー終わるまで夏終われないなって感じがすごいした、うわ確かに確かに、そうだね、それはあるね、うんうんうん、いや楽しかったね、楽しかったね、楽しかった、うん、はい、ということでたくさんのメールいただいてるんですけど、お時間が足りません、はい、はい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました、ありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。今回お届けさせていただく曲は2024年1月17日にリリースさせていただきます、蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストシングルに収録されている蓮の空女学院スクールアイドルクラブで翼ラリベルテです。もうこれはね、言ってしまえば幸先輩からいただいたね曲でございましてね、これのつづり先輩の歌声良くない、やばいよ、めっちゃいいよね、歌も好き、わかる、うん、マジでその、うん、雨がさちょうど降って止んでってさ、うん、フェスライブでしたじゃん、うんうん、あれもさやばいよね、ね、あのすごいよね、本当にリアルでも降ってた、そう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 、うん、すごいよね、ちゃんと止んだんだって、ね、ね、すごいよね、うん、すごいよね、やっぱ雨って止ませられるんだなって、ね、うわー本当だよねそれではね聞いていただきましょうか、はい、うん、蓮の空女学院スクールアイドルクラブで翼ラリベルテ、なっている絶えずそれは地面を叩いた、僕は濡れないように固く眉に閉じこもる、知らないままじゃもう足りないかも、心はすぐに答えてくれたよ、you
だリリース前まのまんねねまんねごめんなさいリリース前ので一番だけお聞きいただきましたがこれなんかエンディング感あるよねすごい、うん、よくないいいよねめっちゃいい浸っちゃったねみんなで2年生が主に歌ってるのが私は好きだなすごい、うんうんうん、いいよねあこれぜひストーリーとかも聞いてね一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなぜひお願いします、はい、まずライブの様子はねリンクラのアーカイブでも見れますので、うんうん、何でも何度でも聞いていただければ見ていただければ嬉しいなと思います、はい、ということでお聞きいただきましたのは蓮の空女学院スクールアイドルクラブで翼ラリベルテでした。ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブカンカンコナチのミラクラ補習室ラジオ。蓮の空女学院スクールアイドルクラブからのお知らせです。現在リンクラでは活動記録第14話前半を公開中です、うん、ネット禁止令出てしまいました。最低かおちゃん配信がねえ配信できない、ね、どうしましょうどうしましょうだね。そして12月28日木曜日20時からは103期12月のフェスライブラブライブ地方予選北陸大会が開催されます。頑張ってほしいね、うんうん、そうですねどうなるかこの中ってのねねえちょっと試練がてかできんのかねねもうねそうだよね。はいぜひ皆さん応援をよろしくお願いいたします。お願いしま す, お願いします。さらに12月23日土曜日14時からはリンクラ生放送あといくつ寝るとクリスマス2023年もうちょっとよろしくスペシャルを放送いたします。イエイ。こちらでもリンクラの新情報をお届けしますのでお見逃しなく。はい続いて CD 情報です。2024年1月17日に蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストシングルをリリースさせていただきます。こちらにはトリック&キュート翼ラリベルテを含む新曲が3曲収録されております。そして2024年2月14日にはスリーズブーケドルケストラミラクラパークのユニットスプリットシングルを発売させていただきます。こちらのシングルにはそれぞれのユニットの新曲が1曲ずつの計3曲が収録されております。はい、さらに2024年3月20日には蓮の空女学院スクールアイドルクラブよりニューシングルをリリースさせていただきます。こちらも詳細は後日発表となりますのでお楽しみに。お楽しみに、はい、続いてライブ情報です。2024年3月9日10日に K アリーナ横浜にてラブライブシリーズプレゼンツユニット甲子園2024を開催いたします。こちらのイベントは1月17日にリリースさせていただく蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストシングルに蓮の空女学院スクールアイドルクラブ先行抽選申し込み券が封入されています。そして2024年の4月と5月には千葉と兵庫の2都市を巡るライブツアー蓮の空女学院スクールアイドルクラブセカンドライブツアーブルーミングウィズを開催させていただきます。それぞれのライブの詳細は各ホームページをご覧ください。以上お知らせでした。さてお届けしてまいりましたカンカンコナチのミラクラ補習室ラジオ。そろそろもうそろそろ別れの時間が近づいてきました。ガナチここで次回の補習室ラジオのお知らせです。次回12月24日配信予定の補習室ラジオ第16回は蓮の空女学院スクールアイドルクラブより村野さやか役野中ココナちゃん夕霧つづり役佐々木琴子ちゃんが補習授業を受けに来てくれます、うん、ドルケストラの2人へのメールやファーストライブツアーの感想異次元フェスの感想などぜひお早めに送ってください。お願いします。
それでは最後に本日の補習テーマ、引き続きスリーズブーケットファーストライブツアーの感想を語ろう。クリアできたか判定してもらいましょう。こちらのテーマをクリアできたと判定されるとレベルアップポイントを1ポイント獲得。10ポイント獲得するごとになんとミラクラパークの新曲をリンクラに実装してもらうことができます。現在のレベルアップポイントは16ポイント。それでは本日の判定お願いいたします。ということでレベルアップポイント獲得、これで17ポイントになりました。たくさんね語ったもんね。かんちゃん余裕そうな顔してたもんだって。そう、マジで先週今週はいけたって思った。本当にいっぱい話したもんだって。ねえ、コーナーもなかったしね。確かにコーナーなかったよね。超話したってことだね。ことだことだよ本当に、はい、ということで2週にわたってスリーズブーケのお二人とお届けしてきましたが、いかがでしたかお二人。どう、いや、やっぱり一緒にいっぱいお話できてとても楽しかったです。楽しかった ね、 ね、皆さんからのお便りもね、うん、本当はもっともっといっぱいあって、うんうん、そう全部読ませていただいたので、私はちゃんとねここで紹介しきれなかったものも全部全部読ませていただきましたので、本当に本当にありがとうございます。上様楽しかった。私もねすごく楽しくて、うん、あらでもこうやってね振り返ることもできて、うんうん、でそれがすごく良かったな。そうだね、うん、あっという間だったし、うん、あっという間でもっとね話したかったなって、ね、足りないね。そうだね。まあこの後はねドルケと話すから任せといて、うん、そう ドルケも多分足りないと思う。確かに足りないよ。めっちゃ良かったもんな。楽しみですよね。でまた来てね。あ、うん、本当また来てよ、ね、来たい来たい、うん、もはや一回やってくれてたっていいんだよこっち側こっち側大変そうだからね。ミラパがやるから楽しい。そう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 、じゃあやろう。はい、はい、ということで今回のカンカンコナチのミラクラ補習室ラジオはここまで。お相手は大沢デリナ役カンカンだと、藤島めぐみ役月根コナと、木下かほ役二礼のぞみと、乙峰小勢役花宮ニーナでした。次回もレベルアップを目指して補習室に集合しましょう。お疲れ様でした。